どうもメンディーです。2017年初のムーブオンは、東京都心にお住まいの方なら一度は訪れたことのある場所が、しかし実は意外に知られていない歴史、そして新しいスポット、そんなたくさんの魅力が詰まった街を皆様にご紹介したいと思います。今日はですね、東京の新宿の近辺をですね、皆様にご紹介したいと思っているんですけれども、まずはここ西武鉄道の新宿駅から皆様にご紹介したいと思います。まあ離れ小島といってはなんですが、いろんな路線がもう密集している新宿駅には珍しく、この西武線だけちょっと離れているんですね。他の密集している地帯から歩いて少しかかるんですけれども、これにはですねしっかりと歴史がございまして、もともとは、西武鉄道新宿線というのは西武鉄道村山線という路線だったんですね。今の高田馬場駅、この西武新宿駅から一駅前の駅になるんですけれども、そこが、昔は終点の駅でした。そこから、拡張して、新宿駅に、乗り継ぎができるようにということで、その新宿駅までの、拡張の工事の途中、仮設の駅として、ここに1952年に、西武鉄道新宿駅が、作られました。ところが、この計画、途中でおじゃんになってしまいまして、その幻の、乗り継ぎ、西武鉄道からの、乗り継ぎの新宿駅というのがあるんですけれども、実はその跡がですね、今も残されているんですが、それは後ほどということで、まずはね、ここ、西武鉄道の新宿駅が入っておりますこのペペという建物、ちょうど今年、オープンしてから40年を迎えました。なんという偶然でしょうか。ちょっとその昔と変わらないペペの景観を皆様にご紹介したいと思います。行きましょう。この低い天井もその40年近く前の設計された建物のなんか特徴だよね。今だったらわざわざこういう低い天井に設計しないと思うんだな。そうで、この茶色のレンガ、このまだ残っているんだね、公衆電話。でも台数は少なくなってるみたい。こういうこの壁に残されている昔の形、このソケットというかなんというか、いやー、ここで携帯なんかない時代は電話してたんでしょうね。
これから帰るからって言って子供がお母さんなんかに、なんか今もう使ってほしいよっていう訴えのようにガチャンってこう落ちてきたけど、これもいずれなくなるでしょう。今のうちにこうよしよしとしておこう。でそしてこっちを抜けると、あーいい天気、西武新宿駅っていうかペペはね、あの正面のこの入り口よりもずっとあの食安通り沿いに続くこの眺めがノスタルジーなんだと思います。なんかこうまあ以前のムーブオンで三軒茶屋っていう駅を取り上げたことがあったんだけども、そこにも通ずるものがあるっていうか、あの日本じゃないみたい。あー西武新宿駅から少し、ほんの少し歩いて、このある種ここぞ新宿といった景観にやってまいりました。いやー数年前に終わってしまいましたが、長い間20年以上放送されていたお昼の生放送番組のねスタジオでも知られるこのアルタと、そしてさっき私が話をしていた、そう、西武鉄道新宿駅の乗り継ぎ計画と、ものすごく関わりのある建物というのがこちらです。こちらルミネスト旧新宿ステーションビルです。東京オリンピックと同じ1964年にここに建てられた当時新宿ステーションビル、実は、先ほどお話ししていた、西武線のからの乗り継ぎはここ現ルミネストの2階にあたる部分がこの乗り継ぎの西武新宿駅の終点になる予定だった場所です。なんとですね、その形跡が実は、よく見ると、中に入ってみるとまだ残っているので、そちらを紹介してみたいと思います。いや久しぶりに来た、行ってみよう。ああ。先ほど私が話していたのがここになります。実はですね、この2階部分の双方にあるこのスペース、ここがホームになる予定だった場所です。そう、本当だったら今私がいるこの頭上を西武
線の新宿駅の電車が到着して終点になる予定だった場所なんですね。その計画が中止になったことには諸説あるんですけれども、まあ6両分しかこのスペースが確保できなかっただとかいろいろ言われていますが、ちょっとやっぱでも見てみたかったね。ここが終点の西武新宿駅。新宿の半世紀以上前からある歴史をちょっと振り返ったところで、次はね、新しめのスポットに行ってみたいと思います。バスタ新宿。今まで新宿駅の近辺にばらけていた、この夜間バスの長距離バスの出発地点をここに集約して、ここから全国に深夜なりしお昼なりしで長距離バスが出発していくという新しい名所になっております。規模も日本の中では最大と言われていてね。でこのバスタとニューマンと、それからあの新宿ミライナタワーがこう一つになっていて、本当に5年前だと信じられない景色になっております。ではでは早速中に行ってみましょうかね。行きましょう。南口を見下ろすことになるとはね。でここから何地方に帰省したりで、逆に地方からここに出てきたりする家出少年少女とかの思い出の聖地になったりするのかしらね。トゥアリストインフォメーションセンター、あの時をですって。あ、すごい女性の方もお着物着てらっしゃる。ここでまあそっか、海外からいらした方がここ経由して日本各地にね、バスに乗ってトランジット旅行なんかしたりすることもあるか。あー面白い。わー、そう、こういう景色も見えなかったものね。ここができなかったら。山手線、総武線、中央線、埼京線、湘南新宿ライン通ってますね、線路が。こう見るとただの鉄の紐のように見えるけど、これで
1日100万人以上の人がこの駅を利用してるわけだからね。すごい、本当にこうバスと電車の心臓みたいね、こう血管が張り巡らされていて、でもうレールの音やその道路に響くタイヤの音が脈打っているかのように勢いつけていろんなところにここから出発していくんだね。電車やバスがいろんな気持ちを持った思いを抱いた人を乗せて、どんどん上に上がっていきましょう。バスター、こういう場所はね、どん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 ね、空に近い場所に行きたくなるね。何があるのかと言いますと、やはり最近の建物ですので、環境に優しいものがございますね。エレベーター、なんかワクワクするよね。登っていくこの感覚すごいな。なんか線路に高島屋とはまた違うこう迫力があるね。はあ、また全然見える景色が違う。本当に代々木駅の方も駅舎が見えますね。そしてその上の首都高まで見える。さあ行ってみましょう。来たー。高島屋の看板をね、こんなに目の当たりにするなんて思ってもみなかった。すごいね、近くで見ると迫力ありますね。この当時多分新宿の南口の方からも見渡せるようにこの電光掲示板の高島屋の看板をここにつけたんでしょうけど、今やこのバスタが狭間に立ってしまったがゆえ、駅からは全く見えません。これだからここからこう見るのがある意味名所になったりして、ここは空中庭園というかガーデンなんですよ。やっぱり近年のこういう建築物はこの自然を残していくためのこうノウハウがいろいろ設計に組み込まれていて、すごく地球にもそうだし訪れる人にも優しいね。壁から緑、登れるところまで登ろう。ガーデン、はあ、ここがね
歩いて登れる一番最上階。この奥はメンバーズオンリーのファーム、畑ですね。エコですね。すんごくいい。あのバスはどこ行くんだろう。さっき私たちが入り口から入って、最初に降りたフロアで並んでた人たちがどこか遠いところに行くんでしょうね。どこに行くかちょっと気になるけれども、そしてここから見えるこのね、都内でも2017年現在一番高いあの建物にこれから行ってみたいと思います。というわけで東京都庁にやってまいりました。2017年一発目のムーブオンの締めにここから眺めた東京の景色を皆さんと一緒に楽しみながら、この回を終えたいと思います。それにしても、さっきバスタから、眺めているとやけに遠くに見えたけども、割とねちょっと歩いただけであっという間に着いてしまいました。それでは早速中に行ってみましょう。入り口どこ？私ね行ったことないんだ。あーすごい、展望台は2つあるんだ。南展望台と北展望台どっち行く？南。こっち？ありがとうございます。45階高さ202m、展望室まで55秒で参ります。はい。はい。思ったよりスローなんだね。1秒で1階を上がってるっていう感じね。耳が痛くなってきた。45階です。お、着いた。ドアが開きます。左側へお進みください。いらっしゃいませ。あすごい。おお、初めて来ました。すごいね。スカイツリーが でもきっと結構割と近くに見えるんだけど、そんなに新宿と向こうの方は近いわけじゃないんだよね。ということはどれほどスカイツリーが高さがあるかっていうことよね。バスタのバスもね小さく見える。あれってブリキのおもちゃみたい。わあ、すごい。すごく遠く離れててもやっぱ住み慣れた育った町なんかはどの辺りだっていうのがね分かるのがすごいな。あんだけちっちゃいのに。
冒頭でもお伝えしたように、まあ、都心に暮らしている人であれば誰しも一度は訪れたことのあるような街並み、それをここ東京都庁の展望台から今眺めていて、今この時代この瞬間この感性でこのムーブオンというプログラムを通してこの街をこの自分の足で歩けるっていうことがどれだけ幸せなことなんだろうと改めて今感じています。2017年、皆さんもぜひその足で身近な場所、もちろん今まで足を運んだことのないような場所、その足で巡ってみて何か宝物を一つ見つけられますように。それでは今年もよろしく。メンディーでした。もう振り返らない。さよなら。